TBS 報道番組、報道特集の編集長、チョークンス氏に注目が集まる。がネットで話題。内容はこちら。TBS 報道番組、報道特集の編集長に注目が集まっているようです。では、内容を見てみましょう。ボンジュー、アキラ。この方が TBS 報道特集の編集長です。番組が偏っているのに納得。6F。チョークンスさんは TBS 調査報道番組部報道特集編集長です。この人に放送を日本国の公共の福祉に適合するように規律するためにある放送法の理念に合致した番組が制作できるのか、自分は疑問に感じています。デル付き。本当に何度も言いますが、TBS に雇用されている外国人の国籍と人数を公表してほしいです。もちろん聞かれきも。マスコミや公務員は国籍条項を撤廃したら国が滅ぶと思います。番組内容が偏っていなければ、こうやって注目が集まることもないのですがね。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。番組の違和感に納得。偏っている変更というレベルではなく、完全に左に振り切れています。外国人の持ってくるネタでしかニュースを作れない。それが TBS。しかし、道理でおかしいネタばっか持ってくると思ったわ。最近は隠そうともしない。報道の皮をかぶったプロパガンダ番組。変更報道特集。極悪領域の反日報道に最低モーニングの TBS は電波を停止させろよ総務省。変更報道は停波しろ。放送免許を剥奪してください。編集長を鑑みれば、報道内容が偏るのは必然だと思ってしまいますよね。次はこちら。そうそう。存じてましたので、絶対に見ることはないと。そもそも TBS だし MC が、胸クソ悪いまま週明け迎えたくないので、絶対見ないに決まってる。日本のテレビは信用していません。テレビばかり見ていると、永遠に目覚めない。ああ、もう日本のテレビ局は終わってんだな、って、知ってたけど。テレビは洗脳装置ですからね。テレビの報道を信用するべからずです。次はこちら。安住アナが TBS ではハングルがわからないと出世できないと言ったとか、完全に曲が乗っ取られてんじゃないの。これが公用語韓国語の会社となる原因か。TBS の報道番組、N スタのディレクターで元空軍将校、パクジンファンもいます。堂々とスパイが報道を操れる国って日本くらいなもんだろ。完全に乗っ取られた放送局。笑い事じゃなく、本当に危機感を持つべき。メディアの報道姿勢を見ていると乗っ取られているのではと思っちゃいますよ。最後はこちら。株主構成に外資規制したって、こうして内部からやられてたら無意味では。地上波局は国籍、帰化歴を公表させるべき。テレビ局は外国人の株式保有割合を規制しているのに、これじゃ意味ないね。早く電波オークション実施して放送枠取り上げろよ。時間がかかりそうだから、とりあえずスパイ防止法を急ぎましょう。テレビ局の株主には外国人規制があるのに、社員に規制がないのは異常な状態。まして NHK にもないのはもっと異常。ちなみに、新他社の日本の拠点は NHK の中にある。今のメディアは日本のための報道を一切しなくなりました。だからこそ、早急な電波オークション導入が必要だと思います。結論。 TBS 報道番組報道特集の編集長が在日韓国人であろうとも、報道内容に偏りがなければこうやって問題視されることはないのです。 TBS の報道特集にしろ、ニュース23にしろ、サンデーモーニングにしろ、左に振り切れまくった変更報道しかしないから、こうやって在日韓国人の編集長に注目が集まってしまうのです。しかし、
NHK を含む日本のメディアの反日報道、なんだかますますひどくなっている気がしませんか？ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひこの機会にチャンネル登録のほどどうぞよろしくお願いいたします。